時間となりましたので、これよりパネルディスカッションを開始いたします。このパネルディスカッションはパネリスト2名、モデレーター1名の計3名で行います。司会進行はモデレーターの情報理工学部教授西尾が務めます。西尾先生、よろしくお願いいたします。はい、ご紹介ありがとうございます。このパネルディスカッションは未来からのソフトウェアの作り方というタイトルで、超豪華お二人を呼びまして、私が非常に楽なセッションになっております。ちょっと失礼しますね。お二人のご紹介をまずちょっと簡単にさせていただいて、その後お一方ずつ、少し情報提供を15分ぐらいずつしていただいて、で、質問を交えてフロアともディスカッションしていければというふうに考えています。今日 の、 パネラーお二人はですね、まずお一人目、こちら側の方が、慶應義塾大学から来ていただきました増井先生です。それから、真ん中に座っていらっしゃる方が、東京大学から来ていただいた加藤新平先生です。業界でお二人を知らない人はもぐりと言われます。はい、では、ちょっと簡単にですね、増井先生からご紹介させていただきますけれども、増井先生は、東大の工学系研究科を修了された後ですね、非常にいろいろなところでご活躍されてるんですけれども、特に、誰でも使ってるソフトウェアっていう意味では、PBOBOX は多分そうだと思うんですけれども、これソニー CSL の時でしたっけ、ソニーのコンピュータサイエンス研究所にお勤めになられた時に、いわゆる予測をするっていう、ユーザーインターフェースの先駆けとなるような日本語入力の研究をされて、その後産総研を経て、ジョブズに騙されてアップルに入れられて、でアップルで、これいいだろうって iPhone の、プロトタイプを見せられて、で iPhone の日本語入力の、開発にご尽力され、その後慶應に戻ってこられて、現在に至るという。で、現在、ギャゾも多分多くの方使っておられると思いますし、ホンダナ .org とかクイックMLとかもお世話になった方いらっしゃると思います。今スクラップブックとか、ノータっていう、京都でを拠点とした、スタートアップの CTO でもいらっしゃいます。はい、もう一方、加藤先生は、加藤先生は慶應の、理工学研究科を、出られて、その後これすぐ名古屋大学でしたっけ、CMU に向かれてましたよね。CMU にも行かれてたりして、私が、お知り合いになったのは名古屋大学で准教授をされていた頃で、その頃から私共同研究を、させていただいていて、今は、去年から東京大学ですね。でご専門はいわゆるそのシステムソフトや OS とか、並列分散システムなんですけど、今特に有名なのは自動運転のシステムを、開発されている、日本での、まあ、先駆けというか、自動運転のソフトウェアっていうのはちょっと遠いところにあるようなソフトウェアに思われるかもしれないですけれども、加藤先生がやられているオープンソースのプロジェクトがありまして、オートウェアっていうのがあります。これ知らない人はモグリで、ほとんど全ての自動車メーカーはこれ参考にされて、多くの技術者の教育に当たっておられていたり、セバスチャン・スランの、ウダシティっていうんですかね、ウダシティっていうもともと Google の自動運転のプロジェクトリーダーであったセバスチャンが、Google を出て作った会社とも提携されているということで、ご自身でも、ベンチャー、そのベンチャーとしてティア4を、設立されて、ティア4の配下さらに、複数の、ベンチャーを抱えていらっしゃる大親分です。ティア4は NVIDIA、 マイクロソフト等とも連携していて、非常に注目されている、お一人でございます。それでは早速ですけれども、増井先生の方から情報提供というか、15分ぐらい、楽しいお話をしていただければと思います。
こんにちは、どうもご紹介ありがとうございます。増井と申します。慶応からやってきました。タイトルは困難なんですけど、私ユーザーインターフェースの研究というのをずっとやってたので、そういう関係でちょっと情報提供をさせていただきたいと思うんですけども、いろんな会社に実際いたことがあって、アップルの前にもなんかソニーとかシャープとか富士通とかいたので、いろんな事情を知っているので、そういうところをちょっとお話ししたいということと、検索、私 EMASUI で検索できるということを、ちょっと覚えておいていただけると。昔は漢字の増井で出たんですけど、最近なんか野球選手ばっかり出て、非常にこう気に入らないんですけども、英語の方だと大丈夫だということで。先ほどご紹介があったように、昔こういう予測型入力システムっていうのを作りまして、これが昔のガラケーでは結構使われてたんですが、最近の iPhone ではこういうのが使われている方も多いと思うんですが、そういうのを開発したりしてました。でそのアップルではこんな感じのないいところで開発してたので、いや嘘ですけど、とにかくシリコンバレーはいい環境だということで、本当はこんな会社だったんですけども、今はもっといいことになったようですね。で、ちょっと前にこういう本を書きまして、スマホをなんか使ってていいのかということをちょっとこういうふうにこうちょっと煽ってみたんですけども、なんか最近スティーブ・ジョブズもなんか死んでだいぶ時間が経っちゃったから煽りが弱くなってる気がするんですけど、皆さん騙されてるんですよね。で何が騙されてるかっていうことを後でお話ししますけれども、その前にちょっとだけこんなこともやってるっていうのは、実世界インターフェースっていうのをやってまして、実世界コピペなんていうのをやってたりして、ちょっとこのデータを私がこういう名刺にデータがあるとして、スマートフォンを取り出しまして、こうくっつけると、名刺のデータをパソコンにコピーするなんていうのを、実世界コピペっていうのをやるなんていう。名刺のデータがスマホにコピーされたんですね、こう作り上げた感じで。で、今度それをパソコンの方に持っていくと、こちらに持っていきたいというときには、それをこうパソコンの方に持っていって、金魚すくいをこっちやると、するとこちらにできましたね。こんな装置が今までなかった。もう一遍見たら多分覚えるんじゃないかと。覚えました。いや、やれます、私やれます。はい、でもこれは一つの発明、そういう感じのことをやっていて、これから IoT というか実世界のインターフェースの時代だと言ってるんだけど、ちょっとも流行らないのが困ったもんですね。で、そういういろいろとこう自分で使って便利するようなものを作って、でそれを自分で使って喜ぶと、そういうドッグフーディングっていうんですけど、イートユアオンドッグフードっていって、自分が作ったものは自分で使って、評価しろやっていう感じなんですね。そういうのをやっている。それからコロンブス卵的な、今あったようなすごい簡単なんだけど便利っていうのを割と好きでやっています。でそういうのを今すぐ使えて売れ物を売ってうまくすりゃ儲けるというのをやっていまして、実際私が昔作った iPhone の入力とかスマホの入力、ガラケーの入力とかは1000万以上使ってますけれども、他にもそういうのをやってまして、この画像っていうサービスをやってるんですが、これはさっきほどご紹介あった京都の会社でやってるんですが、画像をクリップしてアップロードするというだけなんですけども、非常に便利なんですね。でユーザーもうなぎ登りっていう感じでこう減って、これはもう金がつくんかと思ったら本当について、ベンチャーから支援を受けたりしていて、今アレクサっていうトラフィック、ウェブのトラフィックのランキングサイトではもう 全世界で400位とか強くなってて、なかなか行ってるんだけど、なかなかこの黒字化するのが難しかったりして困ってますけど、ぜひ使ってみてください。というわけで、じゃあ上手に騙されてる話に戻りますけれども、そもそも何を言ってるかというと、皆さんスマホと毎日使っていると思いますけれども、それでいいんかってことですよね。そんなのに満足してていいんかと。でスマホは何がダメかと思いますと、結局そんなに便利じゃないっていうか、映画見たりとかそんなんだったらいいですけども、本当になんか文字を書いたりちゃんとした作業をしたりするのは良くないんじゃないかと。なんだけどそういうことを思わずに、なんかかっこいいと思って使ってるでしょう。それは騙されてるんですよ。でなんでスマホがペナントしてるかというと、あれは安いからですよ。かっこいいからじゃないですよ。ジョブズは昔プレゼンでかっこいいからこれが正しいとか言ってたけど、それは間違ってて、本当はスマホこうじゃなきゃいけないんですね。これはブラックベリーっていうスマホなんですけど、キーボードがついている。これだとちゃんと、文字打てますからね。でこれを使う人は騙されてないわけですよ。というわけで、いろいろ問題があるわけですよね。それとか、iPhone にはもっと問題があって、いろいろ昔からこう少しはだんだん解消しているけれども、そういう問題があって、だから Android のキーボード付きが正しいんですけど、そう思わない人は騙されていると。で、いろいろとこう簡単な問題があるのに、なんか難しくやっていることが非常に多いので、そういうことを考えなきゃいけないと普段思っています。そこで突然、検算機インターフェースの歴史というのを話をしたいと思うんですが、計算機っていうのは進化していますよね。で進化といえばこういう系統樹を思いつくと思いますが、この系統樹っていうのはよく見ると、これなんかすごいなだらかに進化している感じがするじゃないですか。でも本当はこういうカンブリア爆発とかよく言うんですけど、こう
一気にドーンと出て、それでその中でいいやつが残るという感じなんですね。つまりスマホが例えばバーンと出て、それが今でも使われているというふうに、じわじわとガラケーがスマホになったわけじゃないですよね。なんかボーンとスマホが出て、みんなわーっと使って出て終わりみたいになっていうと、そういうふうな進化があって、これは困るというわけですよ。で、まあ、昔のコンピューターはこうひどいのがあって、これは私が高校の頃に作ってたのはひどいコンピューターですけども、これで頑張って作ってた時代があって、ところがこれが進化して、まあこういうふうになったわけですね。まあこれで進化したわけじゃないけど、まあこんなことをやってた時代からはこういうことをやる時代になりましたよね。でこういう進化があって、で今はまあもっとすごい GUI っていうグラフィカルインターフェースっていうのをこのゼロックスパークスってところで発明されたものをみんな使ってるわけですが、その発明されたのがなんと1973年ですね。大昔ですね。40年前もっと。なのにもうその時にもうすでにもうこういう感じでもう動いてたんですよ。これってあのブラウン管ですけども、今のパソコンとあんま変わんないですよね。マウスもあるし GUI があってウィンドウがあって、でその頃まあ売られてたこういうのがありますし、でそれを真似して作ったジョブズが真似して作ったリサなんてのもあるけども、それを見てみるとですね、なんか一緒なんですよね。これがリサ、つまり70何年になったリサですけれども、これ多分皆さん使えるでしょ。普通にメニュー上にあるし、これアップル、あの Mac はみんなこうだし同じなんですよ。でこういう変なのが出てきたけど流行らないとかね、まあいろいろあったけれども、まあ今のはまあメニューだったけども、まあこういうスクロールバーとかそんなもこれ何十年40年ぐらい前のやつを見てもあんま変わんないんですよね。ということは進化してないわけですよ。つまりこういう GUI っていうのを発明した人はすごかったけど、それから40年間進化してなくて、でスマホが出た10年前もほとんどこれと変わんないでしょ。アイコンがあってアプリがあってっていうのは変わんないわけですよ。だから、つまり全然進化してなくて、これはいいんかと。あなた方はその特に若い方はその生まれた時からスマホも GUI もあっただろうけど、それは死ぬまでこのままでいいんですかと言いたいわけですよね。でそれでいいと思っていると、まあ上手に騙されているんではないかと思うわけです。というわけで、まあ、こういう機会なので、まあ、全然違いましてまた始めますけども、あの若い方が多いということで、ちょっと会社の、栄光性質について喋ってみたいんですけど、私いろんな会社を転々としているんで、まあ、元気な会社とかそうじゃないとかは分かるんですが、例えばシャープと、まあ、アップルと、まあ、両方あって、シャープはもう全然ダメで、アップルはまあすごい勢いじゃないですか。でじゃあシャープの人はみんなバカで、アップルはみんな天才かと思うと全然なわけないですよね。実は中にいる人は一緒なんですよね。シャープは上層部がダメで、アップルは上層部が上手だった、それぐらいの違いしかないんですよ。だからエンジニア一緒なので、そういうところで騙されないようにしてくださいね。でトップがいいと大体いいんですよ。例えばトップの人がすごい頑張っている自社製品を使っているような会社は良いです。だからジョブズは多分 Mac 使ってたと思うんですけど、それはないんですね。ところがAU の社長がリスモとかドコモの社長がなんか i モードとか使ったかどうかが疑わしいとか、そういうところを信じてはいけないわけですね。というわけで、まあ、ドッグフーディングをやっているようなところはいいのではないかと思うんですが、つまり、まあ、優秀なトップがいる会社とか、元気のいいベンチャーとかがいいんじゃないかと思います。だから若い方、これから就職とかいろいろ考えるときには、まあ、どっちか、自分でベンチャーやるか、いいベンチャーに行くか、いい会社にいるかなんではないかと思いますが、そこで気をつけなきゃいけない話をちょっとさせていただくんですけど、スティーブ・ジョブズ何が偉かったかというと、何か、やっぱり行動力があったと。うちの頭はいいんだけど、行動力があって、いきなりなんかどっかの社長に電話して、なんか IC くださいとか、高校生ですよ。高校生のこんなんで、ちょっと私、IC いるからくださいって言ったら、それもらっちゃったとかね。そんなことがあったらしくて、まあ、その人を見る目と行動力があったわけですね。それから我らが福沢諭吉先生の話なんですけども、この人もやっぱり偉いんですけども、行動力があったということがすごくて、この人勝海舟と一緒にカンリーマルに乗ってアメリカに行ったんですけどね。カンリーマルっていうのは多分日本から初めてアメリカに渡った大きな船なんですけども、なんで乗れたかというと、別に福沢諭吉が偉かったから乗れたんじゃなくて、なんかいきなりなんか乗せてくださいとかって言ったらしいですよ。なんかアメリカに行く船があるとこ聞いて、で乗せてくださいとか言ったらしいんですよ。言ったらなんかみんな恐れて、アメリカってどこでない人ばっかりやったから、まあしょうがない、お前来いやって言って乗って、まあ、その後はまあご活躍はまあご存知の通りなんですけども、そういう行動力が大事ではないかという話なんですよ。あとこういうコネとか実力とかも若い人でも重要だと思うんですけども、そういうのも行動力その他が大変必要 で人脈とかも必要 でこういうところに来られている方はその辺は大丈夫でしょうけれども、まあ、そのコネとか人脈とかあんまりいい言葉じゃないかもしれないけども、それは実はいいんじゃないかとか、で実力者に近づいて、で名前を言っとくといいとかね、それとかちょっとだけ知ってる人なんていうのが実は就職に役に立つとか、いろんな話があるらしいですけれども、まあそう、それからなんかこうキャッチフレーズを作るといいとかいろいろあるらしくて、まあ何でもいいんですけども、まあ、とにかくまあ変な身も蓋もないことばっかり書いてたらなんですけど、この資料は後でウェブに置いておきますけれども、こんなのもあるんですよね。なんかこう親父気悪くっていうのは偉い人に、ね、褒めてもらえるじゃない、可愛がってもらえる力ってのがあって、私それダメなんですよね。なんか何もしないのに喧嘩売られたりしてね、困っちゃうんですよ、ね。そういう時には親父嫌い力のある人になんかやって手伝ってもらうとか、社長の条件ってなんか愛嬌があることらしいですね。知ってましたか？そういうこと言うとか言って、まあ、いろいろあって、本当になんかひどい話ばっかりで申し訳ないですけど、まあ、話半分にまあそういうことを聞いていただけるといいんですかね。
はい、というわけで、本当ひどいですね、これなんか。知らない。というわけで、まあ、いろいろ駆使して、まあ、ウェブ商売とかやるといいんじゃないかと。最近ベンチャーキャピタルというのは割と日本でもいろんな人に金出すような状況なので、それ金はあるんだけど、そのネタがないっていう感じだから、中出せば金来る可能性結構高いです。というわけで、まあ、いろいろこう頑張っていただけるといいのではないかと思います。はい、なんかすみません、めちゃくちゃですけれども、まあ、時間が短いから詳しくは言いませんけども、まあこういう感じですね。はい、これはまた後でいいのかな。はい、ありがとうございます。すみません、なんか、あ、ちなみにこのプレゼンしているシステムはこれスクラップボックスというシステムでして、今京都のノタという会社で画像と一緒に絶賛宣伝中のウィキシステムです。ウィキっていうのは編集できるエヴァーノートみたいなもんなんですけど、もっとエヴァーノートなんかでもいいよっていう感じで、これは実際こういうテキストがウェブ内にあって、これさっきのデータですけど、これは編集ね、ウェブの上でこう編集してこう書けたりするんですね。という非常に便利なやつなので、ぜひスクラップボックスググって使ってみてください。はい、どうも。はい、ありがとうございます。僕が聞いてて引っかかったのは、その会社は上が大事っていう話で、上いくらその下の技術者が良くても上がちゃんと引っ張ってないとダメで、で、違います。いやいや、そう思うんですよ。で、でもね、例えば Google とかで、ラリー・ペイジと、サーゲ・ブリンが始めて、で2000年超える、97年に会社にしてるけど、2000年超えるまで収益が上がってなくて、で2001年かなんかにエリック・シュミットがやってきて、ようやく広告モデル入れてっていうことなんで、やっぱり儲ける担当の上っていうのとか、ビジネスモデル考える上っていうのが必要なのかなっていう気がするんです。まあ、でもそっちにしても上がいないわけですよね。ああ、まあもちろんそうなんですけど、上の中でもね、じゃあノータにそういう人って今ちゃんと呼んで来ようとか、そういう話もあったりするんですか。ないですけど、ノータはもう偉い人が上にいるから大丈夫ですけど、ね。あ、そうですか。社長とか私とかいるから大丈夫です。わかりました。じゃあ次、加藤先生お願いできますか。はい、お願いします。ちょっと前の電気だけ消してもらったりできますかね。動画が多いんで。あ、ありがとうございます。皆さん、こんにちは。こんにちは。まあ、だいぶ、今日のイベント終盤だと思いますんで、私のプレゼンはですね、8割ぐらい動画ですね。動画はすごい楽です。プレゼン作るときに、まあ動画を作っておくとですね、あまりその、事前にこう練習とか必要なく、ひたすら効果的に流れててくれると。最初の方だけちょっと今日、まあ、ソフトウェアのチャレンジっていうことだったと思うので、僕もですね、皆さんと、まあ、同じで結構そのソフトウェア屋さんですかね、で一応結構これも、まあ、C 先生のソフトも非常に有名かと思いますが、僕の作ったソフトも結構有名でして、この URL、ダウンロードしてもらえると、まあ、それだけでジドンっていうの、まあ、ソフトを、手に入れることができます。で今日まあ簡単にまあどんな内容かっていうのをちょっと紹介したいなと。でどういう紹介の仕方かというと、皆さんソースコードを1行も書かなくていいです。まあ、なんかその機能を付け足したければこれに自分でオープンソースなんで、まあガリガリ付け足してもらえればいいと思うんですが、まあこれダウンロードした時に何ができるかというのを今日簡単にお見せしたいなと思います。でまあちょっとソフトだけだと、まあ今日自動運転の話するんですけど、まあ形のないものなんで、最低限コンピューター、まあ、これは別にパソコンでもいいんですけども、まあ、最近こう車というかロボット向けのハードウェアいっぱい出てきていて、あと当然車もまあ必要ですね。まあ、この、いくつかのものがこう揃った時に、まあ、ちなみにさっきベンチャーの話もありましたけど、かっこよく見せるのは非常にまあ大事ですね。まあ、こうやってこう埋め込んでお客さんとかにあたかもこれでできるかのように、まだまだ実現は先なんですがお見せする。でこれが、ソフトなんですけど、まずこれダウンロードした瞬間にここまでは、まあ、誰でもできます。初日にちゃんと使い方さえ知ってる。でこう世の中を何ていうんですかね、3次元で認識をする必要がまああります。まあ自動運転、車の形してますが、まあはっきり言ってロボットとか AI みたいなもんだと思ってください。ただまあ道路の上走るんで、まあ、どこ走るかとか、あと最低限のルールは守らなきゃいけないんですけども、まあ、あんまり車って考えるよりはロボットとか AI って考えてもらった方がいいかなと思います。で車もちょっともう改造してあって、まあ、コンピューターからそのハンドルとか
アクセルブレーキを踏めるようにあるいは回せるようになってるんですが、まあ、それ以外は全部僕らのソフト、まだこの段階では1行もソースコード書かなくて大丈夫です。ダウンロードしたままそのままこう使ってもらえたら、まあ、これテストコースだったらこれぐらいのことはまあできますよねと。で、まあ、時速5、60キロぐらいまでまあ、いけます。でここから先はまあ少し例えばこのハンドルをもっとスムーズにしたければ少し皆さんで、ソースコードを追加する必要があると思うんですが、まあ、5、60キロでこう幹線道路とか、まあ、周りの車追い抜いていくような、これ全然周りの車普通の一般の車なので、まあ、これぐらいのことは今オープンソースでもできますね。で今みたいな、まあ、都心部もあれば結構その過疎地とかでも僕ら結構実験をしていてもう僕らはこういう人たちのために自動運転を作りたいなと思っているんですけど、この場所だと、まあ、バスもないしタクシーもないしっていうところは結構ですね、まあ、この場所じゃなくて日本に多いんですが世界中にもかな。でそういう人たちに対して、まあ、この車どうですかね、例えば初乗り100円だったとしたら、乗ってくれますかねとか、でそういうこう結構実用向きの実験にもまだこの段階でも一行もソースコード書いてません。ソフトをダウンロードしてそのまんまボタンポチポチ押して使ってるだけです。だけどすごく乗ってもらった時に何か違和感あるっていうよりは、まあ、こうやっていいコメント、まあこれテレビなんでね変なコメントは全部編集してあるんですけどまあそういう、ポジティブな意見は結構もらえますし、これなんかは最近もうこれ運転席無人もういないですと、この車には運転席には人は乗っておりません。で、まあ、自動運転なんで当たり前ですよね。自動運転なのでそもそもなんで運転席に、まあ、人が乗ってる必要があるんだっていうところで、ここは技術じゃないんですよね、まあ、少し難しいというか法律とか、まあ、倫理面の問題で、まあ、そもそも皆さん運転免許証を持ってる人が多いと思うんですけども、運転免許証を持ってるから道路走っていいんですよ。これ誰も乗ってないので、まあ、誰がじゃあ運転免許持ってるんですかって話にはまあこうなりかけてて、ここが、まあ、自動運転これから少しこう、他のいろんな業種の人たちと連携をしなきゃいけないところで、まあ、例えば最近増えてきてるんですよ、こうやって無人で、まあ、バスとか僕らもまあ無人で走らせることできますし、走らせることはまあできるんですよ。あとはどうやってこれを法律的に OK にするかということで、この国は今どういうふうに動いているかというと、なんとですね、道交法を見ると運転手が運転席が車の中になきゃいけないって書いてないんですよ。拡大解釈です、こういうの拡大解釈といって、運転席別にリモートでいいよということに今なってます。そこも、まあ、車検というのがあるんですけど、ちゃんと車の検査の対象としてこのシステムも、ちなみにこれ西尾先生の、学生さんですね、私ベンチャーやってて西尾先生の研究室の学生さん2人も来てくれてですね、非常に優秀な学生さんで、まあ、そういう、こう自動車だけの話じゃなくて、まあ、今みたいなちょっと ICT あるいはまあクラウドみたいな話を、まあ、ちゃんと織り込むとこういうところでもう無人で走らせることが法律的にもできるようになってきます。でちなみにさっき の遠隔で監視するようなソフトもオープンソースで提供しているので、まだこの段階でも一行もソースコードを書く必要はありません皆さん。で結構細いところも入っていけるので、多分ここまで来ると、まあ、下手な運転手よりは多分うまいですね、こっちの方が。このエスティマ結構大きい車で、まあ、こういう細いところ入っていこうとすると、まあ、できない人いると思うので、ここまで来るともうコンピューターの方が何回やっても今の運転できますから。どうですか、対抗が来ても大丈夫、まあ、対抗は今こういうところだと無人はまあまあこれから実験していかなきゃいけないですが、僕らがやって一番難しい環境はこういうところですかね。本当に周りに混合交通で30センチぐらい、接近しますから、その辺は結構ですね、僕らのソフトを使って1行もソースコード書かないでできる限界がこれです。でもここまでできます、1行もソースコード書く必要はない、こういうソフトはもうすでに転がっているので、まあ、ぜひですね、なんかそういう自動運転とか、まあ、ロボットや興味あったらちょっと使ってみてほしいなと思います。で簡単に、まあ、センサーをですねこう扱える
ソフトです。こう3次元のまあセンサーがあって、まあ、緑色にビーッと光ってるのがまあセンサーのデータですね。だからソフトだけがあってもダメで、さっき言ったようにコンピューターとか車も必要ですが、まあ、センサーもあのちゃんと持ってなきゃいけません。でもセンサーちゃんと持ってると、こうやって3次元で世の中をこう、これは自分の位置が今ここにいるに違いないっていう認識をしてるんですけど、まあ、そういうあの、まあ、実世界と、まあ、サイバー空間、よくあるあの最近まあまあ流行りなんですが、両方の情報を使って、自分のこう判断であったり、あの行動であったり、認識力を高める。でまあ、周りにいるものをこうやってバーッと検出することもまあできますし、これは皆さんよく分かりますね。最近流行ってるディープラーニングといって、まあ、画像で、対向車とか、なんかあの自転車とかをこう見つけるとか、これは結構すごくてですね、あの自動運転のまあ技術の中で多分これが何ていうんですかね、一番派手だし、こうやって世の中を3次元で認識することがまあ大事なんですけども、これができる人たちは結構少ないですね。あの僕ら の, そのソフト使ってもここまではできなくて、これはあのちゃんとこうプロの測量会社さんと一緒に組んでやるんですが、でもすごいですよね。街中をスキャンして、これは別に CG じゃなくて本当の街ですよ。普通にこの日本にある本当の街をこうやってスキャンして、街を一回こうデータとして取り込んでしまって、まあ、これを使って自分が今どこ走るとか、どこ走っていいかというのを決めると。まあ、あとはそうですね、別にこれ日本だけじゃなくて、今カリフォルニアとかでもまあ走ってたりしてですね、でこうやって車でビーッとそこ走るだけで、あの走った場所のこう3次元のスキャンができるって結構優れものですね。あのまあソフトとか、まあ、ITICT の力を使うとここまでできますと。この辺はいいかな。まあ、あの僕らカリフォルニアでも結構自動運転で実験してたりしてるんですけども、まあ、そういうのもいいところですね。今いっぱい車やってきまして、最後まあちょっと簡単に紹介したいのは、まあ、自動運転どうやるかって今考えてたら勝てません。もうそこまで来ているので、自動運転はもう別に誰が何もやらなくても勝手に実用化されるので、おそらくまあ僕らみたいなベンチャーとか、これから新しいことをやろうと考えている人たちは、ロボットとか自動運転とか AI ができたら、こういう新しいビジネスがあるし、こういう新しいことができるっていう観点でやった方が多分楽しいと思います。で僕はこの VR は結構面白いと思っていて、自動運転なんで、もう別に景色なんか見る必要ないですよ。だからもう街中丸ごと何でもいいですよね。こういうつまんない景色を見てるよりは、自分の好きなこう空間に変えてしまって、この中でまああの走った方が絶対楽しいに決まってるんですけど、ちょっと難しいのは信号とかで車が勝手に止まっちゃうんで、バーチャルの中でもですね、止まらないと酔っちゃうんですよ。だから多分こういうゲームが面白くて、こうモンスターが出てきたから自分止まった、何の違和感もないですよね。不自然に止まるとまた今度あの違和感っていうのがまた出てきてしまって、いかにしてこの青信号になったら車勝手に進んでっちゃうんで、そのゲームあるいはバーチャルの中でもこう不自然じゃなく自分もなんか発信するようなイベントにしたい。モンスターが消えて自分がこう発信できましたとかですね。でこれはあのもうちょっとあのなんていうんですかね、アプリとかみんながそうやって慣れてくれると、おそらくこういうことを普通に、まあ、皆さんポケモン GO やるじゃないですか。ポケモン GO のまあ車版みたいなもんだと思ってもらって、でもだんだんやり始めると難しくてですね、こういう微妙なところもこう微妙に反映させなきゃいけなくなってくるんで、まあ、これどこまでやるかっていう感じですが、まあ、やってみると結構面白いですね。でお家に帰ってきた時には、まあ、1日その日が雨だったか晴れだったか知らないですが、まあ、あのガレージをバーって開くのを見て入るよりは、まあ、こう1日ハッピー終わるっていう、まあ、その車だけじゃなくてもいいんですけど、まあ、こういうせっかくあのバーチャル空間作れるような、まあ、今技術があるんですねとか、まあ、そこら本当に歩行者をモンスターに置き換えれば、まあ、よくあるゲームに、まあ、できますし、これちなみに学生がたった1日ですよ。学生が1日で作ったゲームですね、これ。1日あれば、まあ、ちゃんと通路してればここまで作れます。まあ、結構そのテクスチャーっていうのを貼るのに、あのなんですか、映像を作るのに少し時間かかるんですが、でも1日中日がない1日ペテ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 貼っていけば、まあ、1日でこれが作れる。とか、まあ、ファイナルファンタジーの世界にしてみたりとか、まあ、いろいろありますね。まあ、この辺はいいかな。相手ともこう交差できるんで、まあなんかあのスプラトゥーンみたいなもん作れば、
本当の世界で対向車撃ったら捕まりますけど、まあ、ゲームの中だったらいくら撃っても大丈夫ですね。まあ、そういうようなことをできたりして、これ最後あの僕らベンチャーやってるんですが、あの私ちなみに10個ベンチャー持ってます。でそのうちの1個は本当に自分のものなんですけど、残りの9個のベンチャーは私の学生が立ち上げたベンチャー、私あの、まあ、何人か指導している学生のうち9人が起業しました。学生ですよ、まだ卒業してないですよ、これから就活しますみたいな感じ人たちが、9人ぐらいいて、でその人たちが、まあ、ちょっとベンチャーやってみればって言ったら、やってみたいですって言って、じゃあやろうって言って、そのノリですね。で僕らが、まあ、お金とかを、出資とかしてあげて、やってみたら結構ですね、こうやって取り上げられたり、僕らのベンチャーの半分ぐらいの戦力はもう学生さんです。でこれをずっと続けてたら、なんと私のベンチャー正社員は10人ぐらいしかいないんですけど、学生が70人を超えるっていう、もう一つの学科ぐらい大きな、まあ、あの企業体になってて、もう本当誰でも、実力ある人は、あとはチャレンジした人はあのウェルカムなので、ぜひですねこういうの、興味あったら言ってください。ありがとうございました。ちょっと時間過ぎちゃいましたけど、はい、はい、ありがとうございました。じゃあちょっと戻って、はい、いや今あのお二人の先生にあの大変興味深い話していただきましたけれども、お二人の間で質問まずしてもらいましょうか。増井先生どうですか、今の加藤先生の。あのたくさん会社があるとどういういいことがあるんですか。何もしないと皆さんトヨタとかパナソニックとかソニーに行ってしまうんですか。いや、そうじゃなくて、あのティア4の子会社みたいな感じで10個あったんですよね。全部ティア4でやればいいというか、事業部みたいにしてやるというよりも会社にした方がいいってことですか。よりも、やはり社長という肩書きがあると学生さんも。わかりました、よくわかりました。っていうところですね、はい。さっきの話だと、その会社がたくさんあると、その会社ごとに上、しっかりした上が必要ですけれども、この場合はしっかりした上は加藤先生がしっかりやってるから全部大丈夫ってことですかね。私はもうほぼ学生に任せてます。いや学生は私はですね、あの大学のいいところは学生だと思っててですね、大人に任せるよりも学生の方がよっぽどしっかりしてますんで、そうですよね。先生よりも染みます。先生よりも学生さんの方がしっかりしてたりするんで、まあ、よく分かってらっしゃる。前あのシャープとかで働いてたんですけど、もともとあんまり儲かってる企業でもなかったから、どうやって食ってたかというと、いっぱい従業部があって、で大体赤字なんですね。1個だけたまたまなんか今年はプリンターが売れたとかね、そういうのがあって、まあ、会社としてなんとかなったんだけど、今みたいなのだとそのなんとか4のうち一つ一つ全然別 の, その経営になっているとですね、なんかかけちゃったらあっという間に潰れちゃったりしないんですか。そこはウォッチしてますが、いや意外とすごくてですね、じゃあちょっと皆さん、あの今9社あったうちの、まあ、一番儲かってる会社、まだこれ設立して1年経ってない会社なんですけど、もうすごいですよ。1億はいかないですけど、数千万の売り上げはもう普通に設立していきなり立っている。でこれは多分自動運転というテーマもあるんですけど、学生があの営業力もすごいし、エンジニアリング力もすごいし、なんかまあ学生だから安く受けてもできちゃうし、なんかそういうところがあって、まあ、僕らは今のところほとんど心配はしてないんですが、まあ、あのマンネリ化した時にはちょっとやらないといけないですね。あの学生さんなんで、まあ、ちょっとこう気を抜いて、去年何千万も売り上げあったのに今年1000円しかないねとかだったら、まあちょっとやばいんで、まあ、そこはウォッチしてあげなきゃいけないんですけど、でもまあ学生はかなり、パフォーマンス高いなって本人的には感じてますね。あ、じゃあ僕からもちょっとだけ、あのオートウェア、オートウェア、あのオープンソースで誰でも使えるってことで、ただあの、パソコンが必要、自動車が必要、それからセンサーが必要で、実際に乗り回せるフィールドが必要。一般コードは今無理ですよね。でも一般コードですよ、あれ。あ、でもそれは加藤先生が何らかの申請をされて。あ、もちろんです、はい。うん、なので、特に例えばセンサーとかきっと高いし、あ、だから、パソコンはあるよと、でオートウェアあったら何できますかねっていう、それだけでできることって何かないですかねっていう質問が来そうな気がするんですけど、それどうでしょう。あの一応僕らがデータを公開しているので、まあ、シミュレーションっぽいことはできるんですが、まあ、せっかくなんでここにいる皆さんがもっといいあのシミュレーターみたいなのを作ってもらったら、もっとこうあの便利に使えるんじゃないかなと思って、そのシミュレーターみたいなのってグラフィックスも関係してるし、なんかそのセンスも大事だし、結構まあ若い人向けの
コンテンツではあるなとは思ってるんで、どなたかいないですかね、そういうなんか実世界のシミュレーションみたいな。また会社作ろうとしてます、はい、ぜひ実世界4みたいな感じで会社作るとして、さっき の, あのスプラトゥーンみたいです。あ、スプラトゥーンって言っちゃいかんのかあのあれ、あ、いや、あれさ、石黒先生、あれはそうですね、私と一緒にやって、まあ、私の学生が、ああいうのをあのもっと作りたいって言ったら作れるってことですかね。そうですね、ああいうのは本当アイディア次第でいろんなコンテンツ作れるので、私は結構ゲームは面白いと思っていてですね、あの、まあ、我々みたいな、まあ、おじさん世代が作るゲームよりも今の学生が作るゲームの方が若い人にはこう受ける、それは確かですね、はいはい、と思ってますね。ちなみに石黒先生が本学出身ということで、はい、じゃあちょっとあの増井先生の話にちょっと加藤先生から反応してもらえればというふうに思うんですけど、ですね、一番聞きたいのはその複数会社、まあ、結構色の違う会社で、まあ、ズバリどう思うかってとこですかね、過去のプラス今の慶応の、まあ、こう、まあ、あの一つずつ上げていけと。いや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 、じゃあまず固有名詞はあれなんですけど、まあ、あの先ほど言いましたように、やはりトップとかそういうのが偉いところっていうのはまあなんかうまく回ってるっていう印象があるのと、それからあの人の、まあ、性格によるのかもしれませんけど、周りがすごく面白い人、偉い人がいるところがいいか、自分が一番偉いのがいいかっていう話があると思って、よくあの傾向融合といって、傾向となるとも融合となること仲良と言ったりしますが、でも自分がその一番そのグループの中であの賢かったりすると、なんか周りみんなバカに見えるわけでしょ。でそういうのは辛いと思うんで、私融合の方がいいかと思ってるんですが、であのソニー CSL っていうコンピュータサイエンス研究所って今でもあるあのすごいあの賢い人の集まっている研究所があって、そこにいた時は私あの融合の方だったんだけど、すごい面白い人が多くて、まあ、面白かったですね。だ今あの慶応の SFC ってところにいますけど、もちろんそこも先生がすごい面白いので、非常に、まあ、自分がレベルが低くても非常に楽しく、まあ、私の場合は暮らしてるんですよ。で、まあ、メーカーだと、まあ、あまり賢い人も賢くない人もいて、で賢くない人の相手をしていると大変だって、特にあの某米国の会社でなんかいろいろと作ってた時には、賢くないっていうんじゃないけど、日本語入力って何みたいな外人に説明したりするのに、まあ、えらいなんか力を注ぐことになって疲れましたとか、まあいろいろあって、まあでもまあ要するにまあいろいろあるけれども、その、まあそういう性格というかあったところもあるだろうし、それから、まあ本当にダメなところもあるかもしれないから、そこのところ早めにその知識をあの情報を集めて、入るのがいいんじゃないかと思いました。いっぺん入ったってそれがダメだったら出るだけでも大変じゃないですか。だからその辺、まあ、最近はまあいろいろネットとかでやると思うから、そういう情報は多分大体正しいんじゃないでしょうか。おすすめするとしたらどうなんですかね、まあ、学生さんのあれ次第ですかね、気質次第なんですかね。そう思いますね。だからそれやっぱりあの自分でも何でもやっちゃいたいできるって人はもうそういうところに行きたいし、割とあの人から言われて、まあ黙々とやって安定したところがいいという人はそういうところに行けばいいと思うし、まあでもこの辺にいる人は多分その前者なんじゃないんですか、多分自分でやっちゃいたいみたいな。そのさっきの、その日本語入力何っていう悩んでらっしゃった頃、ちょっとご一緒したような気もするんですけれども、まあ、あの機嫌悪かったかもしれません。いやあのいや、でかいいいものを見落とすために大変なのかなというふうに思いながら見てましたが、あの、まあ、そういう中ではそのあまりトップっていうよりは、やっぱりそのテックリードみたいな人たちとのこう相性っていうのはやっぱりあるんですかね。それはあると思いますよ。いや実は、まあ、正直あの昔あの予測入力なんてのをソニーで作ってる時も、最初なんかあんまりこう、なんだこれだったらアホちゃうのって言われて困ってたんですけどね。その対抗策っていうのはやっぱりよくその増井先生なんかはその論文書くよりも一般に出して受ければ勝ちみたいなことを言われることがあると思うんですけど、まあ、どっかで受けなきゃいけないと思うんですよ。あのソニーの時の場合にはたまたま副社長はこれはいいと次やれと言ってくれてトップダウンに行ったんだけど、でもまああの今商売しているまあギャゾンなんていうのは、それは下のというか普通のユーザーがいいって言って口コミでそのツイッターその他でやって、それでも流行ってきてるわけじゃないですか。誰かやれって言ってるわけじゃないですね。でもいずれにしてもそのどっかでそのこう流行るエヴァンジェリストみたいな人がいないといけないっていうか、絶対流行らないなという気がしているので、まあそういうことを考えて、まあさまざまな営業戦略とか宣伝戦略とか考えるのがいいと思ってますね。そういういいを集める行動力っていうのが必要だね。まあ、それは行動力だけでもなくて、まあ、そのうまくその自分の仲間を見つけるセンスというのがいるんでしょうね。行動力だけじゃ多分ダメで、あの不発に終わるわけですよね、いくら打っても。なるほど。
せっかくなのでフロアの方からも何かこの2人の先生に聞いてみたいなっていうことがあったらぜひお願いしたいなと思うんですけど、いかがですか。なかなかお会い、まあ Facebook では簡単に会えますけどね、なかなか直接。あ、 Facebook も Twitter もすぐ検索できますんで、じゃんじゃん申請でもなんでフォローでもしてください、どうですか、どなたかいらっしゃいますか。じゃあちょっと考えといてください。あ、企業の方どうですか、お二人に何かぜひなんとかみたいなないですか。あ、どうぞ。ちょうど増井さんのスライドの中にすぐ使えて売れるものっていうキーワードが入ってたんですけど、やっぱりなんかご自身でアイデア考えるときもやっぱそこは売れるものは絶対考えてるんですか。売れるという前に自分が使って嬉しいもんですよね、うん、自分だけしか使えないものっても、まあ、考えられるんだけど、はい、例えば、まあ、自分の身体的特徴その他の特徴でしか使えないものってのは、まあ、自分には便利なんだろうけどあんまりこう出す気がしないっていうのはやっぱり売れることを考えるんじゃないでしょうかね。で売れたら嬉しいじゃないですか、うん、まあそうですね。で昔その自分が作った予測入力ガラケーなんてのを電車の中で使ってるこう女子高生とか見ると、あ、俺それ俺が作ったとか言ってそれ言うと絶対だろうと抑えてたんですけど、昨日たまたまフラッシュメモリーを開発した東芝の増岡さんっていう人が NHK でやってたんですけど、その人が似たようなことやってて、なんか自分のメモリーがスイカとかに入ってるからそれ使ってやってみたら、それ俺が作ったっていう話を聞いて、まあ似たようなことだなと思いました、ね、言いたくなりますよね。やっぱり流行ると嬉しいわけですよ。うん、加藤さんもその辺考えたりします。私ですか、はい、私はそうですね、まあ、ビル・ゲイツ、スティーブ・ジョブスよりもお金持ちになりたいなと思ったりしますそれはベンチャーやってるんで、はい、まあ、技術的にこう世の中を支配するっていうのは一つこう技術者としての、まあ、楽しみですが、はい、まあ、せっかくやるなら、結構自動運転っていうのは今ちょうどいいぐらいなところなんですね。これから一家に一台パソコンとか一人一台スマホだったみたいに、至るところに自動運転の車が来る時代がちょうどこう私が一番油が乗る時ぐらいにそういう時代が来そうなので、まあ、やるんだったら、まあ、そういう構想を抱いてやっていますね、はい、やっぱタイミングとかもやっぱ重要やと思っていろいろ動いたりするんですかね。そうですね、まあ、ベンチャーとか大学のいいところは比較的大きい会社に比べると実験とかがやりやすいところはあるので、うん、まあ、そこはアドバンテージだなとは思いますけども、まあ、別に大手でも、大学でもベンチャーでも、まあ、先ほど言ったように上が良ければおそらくですかなりいいところまではいける。技術者はもう明らかにいい人たちが揃っています。それは僕のベンチャーもそうだし日本の大手もそうだし海外のシリコンバレーの企業もエンジニアの力はほとんど変わりないので、まあ、そこはビジョンを描いている僕らがいいか悪いかというところが勝負の分かれ目かなと思ってますね。なるほど、ありがとうございます。儲けの話していいですか。あ、ぜひ。昨日たまたまさっき言ったフラッシュメモリーの話を、まあ、見てたらフラッシュメモリー開発した増岡さんという人は東芝にいたんだけど、その時に、まあ、対価があまり払われないままその、ね、やめてしまったそれで訴えたでなんか8000万円ぐらい取ったんだけどその訴えた金額は10万円払い、いや10億円払えてやったらしいね。おお。でまた別の話でカナカン変換を発明した天野さんという人がいましてね、はい、カナカン自変換を発明したんですよ。大昔でもう70年代初めかなんかそれぐらいに発明して、で東芝で、それを作ったんだけどちっとも評価されなかったからやっぱり訴えてね。おで何億円もらったのかと思ったら600万しかもらえなかったですね。あ、鹿なんですねやっぱり。だってカナカン変換を発明したんですよ、うん、で600万しかもらえなかった。それだけしか結局それだけしかもらえなくてそこからまたコースとかしなかったんですかね。またそこからコースはしなかったんですか。あ、しなかったですね。へえ。もう一つ有名な話で青色ダイオードを発明した中村さんがいましたが、はいはい、あの人はなんかやっぱりその親会社を訴えてで8億円ぐらいもあったんですかね。これはかなり取った方ですよね。うん、何が言いたいかというと、まあ、会社勤めだから研究ができたと言えるけれどもやっぱり本当に儲けようとしたら自分でやった方が儲かるんじゃないかと思うんで、まあ、ぜひ期待して見てたいと思うんですが、なるほど、はい、まあ、その昔の今の全部昔の話だけど今はその結構自分でやったってお金出してくれる人いますし、なんか協力してもらって作ることもできるみたいだからお金がすごい欲しい人は自分でやるのがいいのではないかと思いますよということです。なるほど、ありがとうございます。他はいかがですか。さっき増井先生の話の中にドッグフーディングっていう話
話ありましたけど、会社でもやっぱりドッグフーディングが向く会社と、向かない会社ももちろんありますよね。原子力発電とかドッグフーディングされたら困りますから。原子力発電はさ、いやでも僕が言ってるのはそのソフトウェア開発の、会社においてってことですけど、まあ自分が使う可能性のあるものはやっぱりドッグフーディングするのがいいと思いますけれどもね。あの、まあ、アップルではその結構ドッグフーディングが推奨されてたっていうか、新しい OS とか出すじゃないですか。でも出す前にそのユーザーにみんなその新しい OS 使ってみろって言って、みんなしょっちゅうなんか再インストール再インストールしてて、再インストールの音ばっかりなんか流れてきて気が狂いそうになりましたけどね。でも我々はそういうのいいことだったと思いますね。いや、アップルなんか結構自分が何作ってるのか最後の最後まで知らされないみたいな感じなのかなと思ってましたけど、それはもうプロダクションに近いところはそんな感じがあるってことですか、ね、あ、そうだと思います、はい、あの実際 iPhone がその出る前に私はもう使い倒してましたし、ね、うん、というか iPhone というものを発表するっていうのが2007年の1月だったんだけれども、我々はそれより何ヶ月前からちょっとこう使いまくってて、でたまにそれをバーに忘れて偉い目に遭うというか、そういうこともあったかもしれないという。いや、最近でも何かありましたけど、まあ、はい、フロアからよろしいですか。じゃあ、 ちょっと私からお二人に質問を用意してたんですけれども、一つ目はまあ、受けるというか、こういうその未来を感じさせるようなソフトウェアどうやったら作れますかっていうコツを教えてほしいっていうことだったんですが、まあ、今までの話の中で結構入っていたのかなと思いますが、何か付け足すようなことがあったらお願いします。なんかまあ僕もいろいろオープンソースやってるんですけども、まあ、なんか結構当たったものと当たってないものをよく考えてみると、やっぱその興味本位で飲み始めたものは楽しいんだけど、まあ先細ってることは多いですが、まあ、最初からなんかこういうふうにこういうのを作ったらみんなが買ってくれるんじゃないかとか売れるんじゃないかっていう思ってから作ったものの方がなんか結構いろいろ人に使ってもらってる気がしますね。なんですが、私のなんていうんですかね、最初はあまりそういうこと考えずに、まあ、やっぱひたすらまあ、プログラミングとかをまあ楽しむのが最初に来て、まあ、でもどっかのタイミングでまあ、ここにいらっしゃる皆さんぐらいだったら、これは何のための誰のためのなんで俺は今ソフトを書いてるんだっていうのはちゃんと理解して書けるようになってもらえるといいですね。なんかそういう単にコードが書ける人って結構いっぱいいるんですけど、そういうふうに目的持ったり最終的にちゃんと着地できるソフトを書ける人っていうのは実はあんまりいないんじゃないかなって個人的には思っていますので、なんかこう作るときに若いうちは全然いいんですけど、どっかのタイミングでただ単に言われたソフトを書くというよりは、まあ、自分の思いで書くのがいいんじゃないかなと思ってますね。最終イメージが結構重要だっていうことですね。まあ、本当あくまでイメージだと思うんですけども、イメージ持って途中でイメージ変わってっても全然いいんですけども、とにかくやっぱイメージ持ってソフト作った方が私の場合は結果としてそれがみんなに使ってもらえるものだったって感じですね。ありがとうございます。増井先生いかがですか。私の場合も最初に考えてなんか作ってなくて、なんか面白いと思ったらすぐ作って、でドメイン取ってでやってみて流行ったり流行らなかったりで、流行るのはもう何千万人のユーザーが、流行らないのはなんかすごいですよね。いきなりなんかある日ユーザーの数が倍になったんですけどね、それは私だけだったのがもう一人使い始めただけなんですけどねでもまあそのレベルのやつがいっぱいあって、それこそロングテールですよ、使えないものがいっぱいあって、でいつもんなことやってると、なんかドメインを取ってドメインを取ってなんかドメシしそうなんですけども、なんかドメインだけでなんか30個くらい持ってるんですけども、だからまあ私はその数打ち当たる系でやればいいんじゃないかと思っております。ありがとうございます。じゃああと2つ質問があって、1つは、ネクストステップですね、次はどうするの、お二人は、今のところからどういうことを計画されているか、その作戦を少し伺いたいと思いますが、じゃあ増井先生からかな。まあ、やり方自体はそんなに変えられないと思うんで、いい加減年なので、でもそれよりやっぱりそのいろいろそういう本当にベンチャーというか、そういうのを作って儲ける話っていうのはいろいろ情報が、ね、みんな広まってきたから、もう一発ぐらい当てたいというふうなことを思っているわけですね。でどんなのがいいかというと、とにかくなんか楽にしたいんですよ。例えば文字入力を楽にするとかですね、なんか画像をなんとか楽にするとか、情報共有を楽にするとかいうのをやってるんですが、今度はなんかテレビの視聴とか、もしくはテレビの、ブロードキャストとかを超楽にするみたいなのを今考えていて、これで大儲けする予定などよろしくお願いします。じゃあ期待しましょう。
加藤先生の話の中ではもう自動運転ができた後のことを考えないといけないってさっきお話の中でありましたけれども、もしかしたら次の一手っていうのはそういうお話でしょうか。まあ、そうですね、真剣に答えるとですね、まあ、日本っていうのは真剣に答えてなかったのかよ日本っていうのはやっぱ周回遅れなところはあるんですね。いかにまあ人材は技術者はすごいいいんですけど、やっぱりいろんなビジョンのところで負けてて、アメリカとかヨーロッパに比べるといろんなことが周回遅れなんですが、一つだけ今からでも僕は挽回できる作戦があると思ってて、それはオープンソースっていう戦略だと思うんですよ。こう負けてる時にもう AI もタダ、ロボットのソースコードもタダ、もう Android もタダですし、何かもソフトは全部タダにしちゃえば、多少負けててもまあタダの方が、まあ、Linux とかも結構そういうところで来てると思うので、まあ、そういう、まあ、今日本が負けてるところはただだけど、その上でしっかりそのサービスを作るっていうのは、まあ、僕たちが考えてるこうビジネスのやり方の一つだと思っているので、まあ今自動運転のソフトまではただにできているので、あとはまあ今 AI っていういろんなこの技術が出てますけど、これももう誰でもブラウザさえ持ってれば、もう自分でなんかコード書く必要もなくて、なんかブラウザにデータアップロードしたら勝手に AI が生まれるみたいなところまで来ると、あとはさっきの VR とかいろんなコンテンツでビジネスはできるんじゃないかなと思っているんで、まあ、そういうところはちょっと次やってみたいなと思ってますね。チェイナーもタダだし。そうですね、チェイナーもタダですし、いろんなものがだから競争したら負けるところはタダにした方がいいというのが私のやり方ですね、はい、非常に戦略的ですね。それいや例えば AI の話だと、そのチェイナーとか使って、学習した結果みたいなものが今度こう財産が価値があるのかなというふうに思うんですけれども、まあ、そういうところを多く持っているとか的確なものを持っているとか、まあ、そういうところが強くなっていくっていうことですか。そうですね。あと実は2番煎じも良くないですね。例えば最初ただにしてなくて有償のサービスしてて、誰かが有償サービスを無償にしてきたから、じゃあ俺らも無償ってやるとやっぱりバリューが下がるので、もう多分 AI とかはいずれ誰かが無償とかオープン化してくるので、もうだったら最初から潔くもう全部オープンでやったらいいんじゃないかなって私は思っているので。それはもう学習結果もオープンになっていくっていうふうに読まれている。そこら辺も誰かがどうせ公開してくると思うので、公開してこなかったら、自分が公開しちゃったら単にアホなだけですね。せっかくの財産をミスミス公開しちゃって、まあ、そこでビジネスチャンスを失ってるんですけど、我々のベンチャーからすると多分そこも誰かが公開してくるだろうと思っているので、もう最初から公開しちゃった方がこう先進的みたいな感じかなと思ってますね。わかりました。じゃあ最後に質問ですけれども、若い皆さんここにいらっしゃいますので、ぜひお二方の先生からメッセージを、若いうちにやっとくべきこととかあったらぜひいただきたいと思います。加藤先生からお願いします。難しいですね。いや加藤先生、若い頃何知ったんですか。若い頃は やっぱ遊ぶのは大事なんですがまあそうですね、なんかそのこれやったらなんか誰かに言われるだろうなみたいな考え方は持たなくて、まあなんて言えばいいんですかね、やりたいことやるっていうとちょっとあまりにも普通ですが、誰かに何か言われそうだからこれやらないっていう考え方は持たない方がいいんじゃないかなと思っていますね。まあ、ちょっとでもこれやったら面白いなと思うのは、まあ、やってみて誰かからまあなんかお前ちょっと変だなって言われる可能性はありますが、まあ、そこを目つぶれる人はその後結構いいとこまで行くじゃないかなっていうのは僕の考え方なので、まあ、そういう何か言われるからやらないっていうようなのはやめて、まあ、若いうちからこう海外行ってみたり、まあ、なんか自分の作ったソフトをオープン化、まあ、してみたり、さっき言ったようにマシン先生のあれにも出てきましたけど、誰かにいきなり話しかけに行ってみたりとか、そういうのやってみたら結構意外と扉が開いていくと思いますんで、多分ですね、若い人、上の方の人たちって別に若い人から何か言われるとそんなに意外と嫌じゃないので、まあ、どんどんいろいろ話しかけてもらったり連絡してみたりっていうのをちょっとやってみたらいいんじゃないかなと思いますね。ちなみに私は学生の頃に
自分の大学の学長にメールしたことがあるんですけども、この大学ダメだっつって、それはあのメール返ってこなかったです、はい、あ、分かりました、ありがとうございます。じゃあ増井先生、さっきあの身も蓋もない話をいっぱい書かせていただいたんで、大体そういうとこなんですが、でもそういう行動力っていうのは確かにあるといいし、あの先ほどおっしゃったその学長にメールするとか、偉い人にいきなりあのなんかコンタクトするとかって意外と喜ばれるもんなんですよね。私のところあんまり来ないんですけど、全然来てほしいと思っているぐらいなので、まあ、もしそういう機会があればやってみるといいと思います。それから、まあ、また被るかもしれませんが、あの自分よりすごいというか面白いという人、思う人とか、そういう人とまあいろいろ組んで話を聞いたり交換したりしているうちに、まあ両方ともなんか上がっていくなってことが、まあ昔よりも最近はずっとやりやすいと思うんですよね。昔もあったんですけどね、例えば昔プログラミングのなんか情報交換になって、なんか雑誌経由とかね、そんなんでやってるけど、今そんなかったりこと全然やんなくたって SNS でも GitHub でも何でもできるわけじゃないですか。だからすごく状況が良くなっているので、あのハードウェア開発だろうが遊びだろうがソフトウェア開発だろうが何でもすごく情報が良くなっているんで、そういうあのウェブ技術とかを活用されるといいんじゃないかと思います。はい、わかりました、どうもありがとうございました。ちょうど時間になりました。今日は奥多方の先生に大変楽しくためになるお話を聞けたかと思います。どうもありがとうございました。最後あの拍手で終了にしたいと思います。どうもありがとうございました。それでは以上をもちましてパネルディスカッションを終了いたします。今一度パネリストの皆様へ盛大な拍手をお願いいたします。